定数が2つ増えて、各党の激戦となっているこの東京比例ブロックで、その増えた議席、私たち日本共産党が取らずして、どうするかという選挙です。2つのこれまで持ってきた議席を必ず守り抜いて、3議席へ、そしてさらなる躍進へと、皆さん、何としても勝利を勝ち取っていこうではありませんか。よろししくお願いいたします この選挙、自民党・石破政権ができてからわずか2週間での総選挙です。自民党は総裁選挙であたかも自民党が変わるかのような期待を振りまいて、そのまま総選挙に突入したかったんだと思います。しかし、しかか。現実はどうでしょうでで、ょ総裁選で あれほどアピールした選択的夫婦別姓の実現は棚の奥の方にしまわれてしまいました裏金議員に厳しく向き合うかのように見せかけてその大多数をこの選挙で公認候補としてしまいました次から次への手のひら返しに今 総理の言葉の何を信じたらいいんですか、こういう世論が生まれているのではないでしょうか、裏金への無反省、賃上げ無策、そして軍事一辺倒の姿勢が日に日にあらわになっています、わずか2週間で、表紙が変わろうとも自民党は何も変わらない。 安倍菅岸田政権の行き詰まった政治をそのまま引き継ぐだけだということがすでに明らかになっているのではないでしょうか企業・団体献金の禁止は30年前にも大問題になりながら温存されてしまいましたこの30年間全面禁止を求め続けたのは日本共産党だけです ししかし今政治改革の焦点へと押し上げています私たちには政治を動かす力があります日本共産党の躍進で裏金事件の幕引きを許さない徹底的な真相解明をさせるそしてまた企業団体献金全面禁止 金まみれの政治を生んでいる政党助成金廃止へと真の政治改革ご一緒に進めていこうではありませんか。